なんか全然ネタが尽きないですよねそうですね全く尽きないというか <laughs> もうどんどん来ますねおっさんみたいな喋り方しますねこのロボットね <laughs> そうですね手がちょっと枯れててね本当に自然な声、うん、自然な喋り方なんてのはやっぱすごいですよね従業員の生産性を上げるっていうのは本当に生成 AI の入り口にしか過ぎなくてセールスの方で大きな成果を上げてそれから人型ロボットとかこういうロボットの方で大きな成果を上げていくというこの順番でいくんだろうなみたいなおそらくかなりの経済規模いいんじゃないのかな あと思っていて最後のもうここのちょんっていうところですよねそうがめちゃめちゃ大事ですよねこれもシンギュラリティ入り <laughs> 入ったんじゃないか <laughs> まずはあのレビンでしたっけああはいはいはい。ai のはいはい。あれはちょっと調べてみたんですけど<え>意外と 使えそうだなっててて気がしていてまだあれすごいなと思ったところにフィニュアのロボットじゃないですかあのロボットもかなりすごいなんていうんですかねあのいい感じに進んでるなぁと。 いい感じという言葉便利だよね。何対してもいい感じですねって言ったらいいから。<laughs> 具体的に何なのって話なんですけど。じゃあ一つ一つじゃあ話していきますか。デデビビンンででですすすよねねねそうソフトウェアエンジニアの AI エージェントということでこんなふうなプログラム作ってよみたいなことを言っておけば。 いろいろやってくれるんですよね。僕、あんまりそのソフトウェアを作る時のプロセスが分かんないので。うん、ああ、そうですよね。ちょっとデビ、デビューにちょっと開きますね。X とか見てると、賛否両論あるみたいで、うん、まあ、あのどっちかというと、すげえって言ってる人が多いんだけども、うん、いや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 、みたいな、そんな。 まだこんなんんななな使えないいででしょみたいな意見もちらほらほあるんですよ、ね、あそういう意味では、あのこれ、あくまでもデモなんで、触ってみないと分かんないなと思ったんで、申し込んだんですよ、これ。これで、ここに申し込むと、あもうすでに回答済みになっちゃいました、ねあなるほど。もう申し込んであるんですよね。回答、こんな感じで、リクエストアクセストゥデビューみたいなのがあるんで。これに。触ってみたんですか、実際に。いや、これ触れないんですよ。 あら動画しかなくて、X とかにいろんな人が投稿してるのも、全部これなんですよスタッフでしょ会社の人なんでしょ全部。ああ、そうそうです。全部中のデモをただシェアしてるだけなんで、分かんないんで,す、ね、そですね。うん。セーフかもしれないですね。んな,うん、なんで、ちょっとこれ触んないと分かんないなと思ったんで、申し込んでみたっていう。 感じですね。あ、これちょっと知らない人のためにあ、はい、流してみてください。これでいいですかねそれでいいと思いますよ。はい、hey, I'm Scott from Cognition AI, and today I'm really excited to introduce you to Devin, the first AI software e n g i n e e r s o t w e e n g i n e e an example of Devin in action.I'm going to ask Devin to benchmark the performance of Llama on a couple different API providers.Llama2 これ、な、何しろって言ってて言んですか、ね、2ってあのオープンソースの ソ、ね、ソフトですよねオープンパープレクシーっていうのはそういった言語モデルを使ってリサーチ用にしているこれこういうのなんていうのかなフロントエンドツールっていうのかな後ろではそのラマツーという大規模言語モデルを走らせてフロントエンドがパープレクシーになっているんだと思うんですけどね。それを3種類のプロバイダーこの2つはよくわかんない人。うん、さっよくわかんないです多分その フロントンだと思うんです,です、ねうん、この3つがねこれを使ってちょっと試してみてということでしょうね、うんうん、そうですねそんな感じですねそういうやつをこうチャットで渡したんですねデビンはどういうステップでやればいいのかっていうのをプランニングするわけですねエージェントっぽい動きですね、うん、ここら辺はあまずそれぞれのドキュメントをリサーチするみたいな書いてありますねうん、そんな感じですねで Python のスクリプトを 書くんで、すね。で、実装します。で、テストをしてみましょう。あ、そうですね。だから、この3種類のフロントエンドツールがどれぐらい使えるものかと、バックエンドは同じラマツーを使うんだけども、うん、フロントエンドがどれぐらい使えるものかというのを試すための、うん、コードを書いてよねという話ですよね。こんな感じですね。これ自分でプランニングしたわけですね。この CG から。で,ね、で、どうするんだ,で,るんだで、なんかボタンを押すと、今あれかググってると、こなんですね、ドキュメント。 Like using all the same tools that a human software engineer would use. Devon has its own command line, ah, -command its own code editor, code and even its own browser. Ah, In this case, Devon decides to use the browser to pull up API documentation so that it can read up and learn how to plug into each of these APIs. Ah, de Here, Devon runs into an unexpected error. Devin actually decides to add a debugging print statement. the code with the debugging print statement and then uses the error in the logs to figure out how to fix the bug. Finally, Devin decides to build and deploy a website with full styling as the visualization. でブラウザ上で見れるレポートを作ったっ。3種類のフロントエンドツールがどれぐらい使えるかというのをこのグラフで示しなさいという話ですよね。うん、ああ、そうですね。それを自分で考えてきたんですよね、これね。ああ、そうですね。レポートの方法をこれ。全くその<と>人間はここで命令しないんですよね。命令してないと思います。これが多分グラフだから、自分ができる範囲で PDF 作るとか、ワードとかじゃなくて、サーバー立ち上げて、ブラウザベースでレポートを作ったんですね、きっと。なる,なるほど、なるほど。

ドキュメントを調べてきてきこれは多分違うやつだと思うんですね。さっきのやつじゃなくて、うんうん、多分、なんかのソフトウェアエンジニアのベンチマーク用のなんか問題かなんかあるんじゃないですか。ああ、ああ、テストさせてみたということじゃないですかね。 それに<っ>人間がことをやるんじゃなくて GPT-4 にやらしてみて、ああデビーを見たらデビの方が成績良かったということですよね。多分そういう感じじゃないかなと思う。どういうテストなんですかね、このソフトエンジニアベンチマークというのは、<laughs> こういうプログラム書きなさいとか、こんなふうなホ,ホームページ作りなさいとか、そういうのに GPT-4 自分でできちゃうのかなどうなんだろう。なんですかね、ちょっと。あ,あ、で、ね、も、コード書くのがどれくらいいいことが書けたかとか、そんなテストですかね。そうなんじゃないですかね。ちょっと、あ、これか、こういうやつですね。 こういうコンペっぽいやつなんですね。In the meantime, if you'd like to try out Devin on your own real world tasks, send us a request below and we'd be happy to forward it to Devin. まあでもだ大体なんとなくわかりました。なんかあの、ね、プログラミングを言語モデルにやってもらうみたいな。うん、で、かかどうかやってみ Devin、ね、はめちゃめちゃよくできましたっていう話ですよね。まあでもあれですよね。Devin ってやっぱり計画エンジンというか、エージェントだから。 自分でいろいろ考えて動くじゃないですか。あはい。だから多分これ、計画エンジンは入ってないですね。普通の計画エンジンなしの言語モデルで、そうなんだ。で、多分プランニングしてるパターンだと思います。計画エンジン入るともっと良くなるじゃないですかね。なるほどこのパターンってコグノシスとか、他の既存のエージェントと動き一緒なんで。 あなるほど、なるほどた。ただ、あの、どっかに外部記憶置いてるんじゃないかな、気をします。なるほど、なるほど。まあでも、その計画する能力を持ってるから、うん、計画エンジン乗ってなくてもある程度、 プランニングできるとか、うん、他の GPT3.5 なんかよりもいいのができたということですかね。うん、多分、そうなんじゃないかないこ。これは、あれですかね、LLM なのかなそ,あそ,そ,そうですあの。ベースで使ってるのは普通の GPT なのか、なのか分かんないですけどな、何らかの大規模言語モデルを使ってて、それをコントロールして、プランニングしてくださいとかやって、タスクを一個一個こなすやつなんで、仕組み的にはあのコグノシスとかと。 一緒じゃないですかね。はい。なんで、多分計画エンジンが入ってない作りのエージェントなんで、動作は多分結構不安定だと思うんですよ。なるほどね。たぶここら辺はうまくいったケースなんじゃないかなっていう気がしてて、うまくいく時ときとうまくいかないときの差がでかいんじゃないかなっていう、そんな気がします。なるほどね。 まあでも、うん、方向性としてはこうですよね、だからこれがまだ普通のっていうか、戦闘集団って今、4つか5つぐらいあるじゃないですか、ジェミニーを含めて、ジェミニプロを含めて、うん、あとは何か。うん アンソロピックのクロード3とかね、うん、からラマツ2ですかね、戦闘集団4つか5つあると思うんですけども、はい、そこはまだ計画演ン,ンは載ってないんだけども、それでもいろんな仕組みを使うことによってエージェントっぽい動きができるようになってきたという話ですよね。うん、そうですね、まあそれ自体は結構前からあって、うん、GPT4 とかって言って、1年ぐらい前から。 その仕組み自体はあどうそうですよね ?ADAGI とか、あと何でしたっけ ?BabyHGI とかね、AutoGPT とか、ね。あ,あ、そうですね。とかと同じ仕組みみたいですね、今たそ,うそう。誰かがね、AutoGPT2.0 というふうにや揄して <laughs> いや、そんな感じかもしれない、うん。だからそこまですごい話じゃないとかいう意見もあるし、うん、でもまあ、ここまでできたらすごいじゃんみたいな意見もあるし、みたいな、うん。実際便利というか、 昔 GPT-4 を使って自分は一切頭を使わずに書いたことのないコードというかプログラムをするってことをやったことあったんですよ。はい、Chrome の拡張機能あるじゃないですか。 はいはい。ショの拡張機能を作ったことなかったんで、自分は一切頭を使わずに、完全に GPT の手足になるみたいな風に決めて、うん、こういうものを作りたいけど、コードを出してくださいみたいな指示だけ出して、うん、コードを出してくれたら、それを自分で貼り付けて実行して、エラーが出たら、こういうエラーが出ましたらどうすればいいですかっていうのをひたすらやるみたいなことをやって、一応できたんですけれども、すごい大変だったんですよね。そののの、うん、んらかのエラーができたら、はい、やり直してってっいうのを全部 遠藤さんが手作業ででややっってたのを機械的にやっちゃううとということですよねそこの作業ね,そ,ですねそこのコントロールのところをエージェントっぽいような別のロシックで入れた感じだと、ね、僕の仕事だったら LLM に何か聞いてそれをコピーしてペーストしてみたいな何回もやり続けないといけないのがあるんですけども、うん、英語の文を要約して日本語に翻訳していったこの2段階ができなくてまず英語で要約してもらってそれをまた、うん コピペして、貼り付けて、それで今度これを日本語に訳してみたいな2段階やってるんですけど、こんなのも要約して翻訳してって言ったら、この2段階を自動にやってくれるみたいな、そんな感じのことかなと思いますよね。だから、根本的には LMM が進化したわけじゃないんだけど、コピペのところとか、そういうところを自動化して使いやすくしてくれてるという感じなのかなと思いますねうん、うん。そうですね、まあ、ポイントはプランニング。あのこ,ここですね。ここは昔ながらののエージェントの 仕組みなんで、うん、まあここプランニングして、このプランを一個一個上からやっていくんですけど、このプランをやるときに、このサブプランみたいなのを、まあ、作るのか、どうするのかみたいな。でも、ここのプランがちょっと怪しくて、そこのサブプランを作るのもなんか怪しいんで、なんかやっていくと、どんどん深みにはまったりするんですよね。その、このやつを実行するのにサブプランを3つ立てて、 で、それを実行するのにさらにサブプランを立ててみたいなふうにすると、一向にしたら進まなくて、どんどん深みにはまっていったりとか結構するんで。うんはい、はい。なんかすごく不安で、うまくいくとさーっと流れるんですけど。なんで。まあだからオ、オード GPT2.0 と言われる。いや、本当そうだと。そんな感じですね。まあ、うん、まあ進化はしたんだけど、と。根本的な進化じゃないという。根本的な進化はやっぱり GPT5 ですか、今度。が出てきて。あ、そうですね。はい。その。計画エンジンが乗ってくればね、本当に進化なんだけど。うん、どそうだと思いますね。はい。 あとはね、やっぱこれ一つの方向性として、やっぱりこういうエージェントっていうのがどんどんいろんな形で出てくるだろうなと思って、エンジニアのためのエージェントですよね、これね。そうですね。他の法務部門のためのエージェントであるとか、それから人事部門のエージェントであるとか、そんなんいろいろ出てくるんだろうなと思うのと、それからこのエージェント同士が、複数のエージェントがチームになって、 こんなふうな未来に向かってるんだろうなと思っていてそれがそのサン・マルトマンが一人ユニコーンみたいなことを言ってるんですけども、はいはい、会社っていうのは一人で作れる時代になっていくんだみたいなだから最初にその一人ユニコーンユニコーンっていうのは10億ドルですかねその時価総額が10億ドルの未上場の会社という意味ですけど。うんうん それぐらい社会に大きなインパクトを与えるようなベンチャー企業というのが一人でできる時代になるんだというのがサン・マルトマンの言っていることで、それがいつになるかというのを、なんか今、家計が行われてみたいな話を聞くんですけれども、こういうのが本当に、これはまだソフトウェアエンジニアのエージェントですけれども、あといろんなエージェントがね、セールスのエージェントだとか、いろんなエージェントが出てきて、本当、チーム組んでくれて、自分の部下みたいになって、というような感じになっていくと、本当に。 一人でね、あの会社って作れていくのかなみたいな、その方向に進んでるのかなという、まあ、兆しではありますよね。その兆しがやっぱり見えてきたということかな。いや,いや、本当そうですね。まあ、これでも1年ぐらい前に本当、オート g p t が出たときに結構みんな衝撃を受けてたんですけども、でもやっぱりまだ遠藤さんのように完璧じゃないんで、使えないなみたいな感じいやそうなんですね。意外と出たとき、この仕組み進化するかなと思ったんですけど、なんか1年経ってもあんまり変わんないなみたいな。 やっぱり結画エンジン入ってこないと難しいのかなっていう気はしてますね。なるほど。まあだからそれがちょっとよくなったと、うん、本当と2.0になったっていうことですかね。X 見てでも本当にすごく絶賛してる人と、いやこれで俺の仕事なくなるじゃんって言ってる人と、それからこれはオート g p t 2 0で大したことないんだよみたいな話をしてる人が両方いるので、うん、<laughs> まあ面白いなって見てるんですけどね。うん、まあとりあえず触ってみないと分かんないんで、はい、申し込んだんでまた使えるようになったらレビュー。 しましょうはい。僕は今週どんなことが面白かったですかもう今週というかもう今日の話題ですけど、フィギュアじゃないですかね。やっぱりフィギュアね、ロボットですよね。ちょっとフィギュアも出しましょうか。昨日ぐらいに新しい動画出てましたですよね。これですね、フィギュアって人型ロボットですね。オープン a i と連携して、なんかな2週間ぐらい前で,でしたっけこの 連携したっててアパーーバイオープンエててますけどいやこれね、今まであん、あのー、オープンエ i が支援してるんだという話は聞いたんだけど、<や>でも実際こんな風にロゴに書いてあったのみんな僕初めてなんですけどね。<ー>だからなんか、オープンエ i が本当正式に自分たちが支援してるんだよっていうのを開い、うん、てきたんだみたいな気がしましたけど。うん、これ結構ちゃんと動いてますからね。ちょっと一個一個見ていきましょうか。はい。and a plate and you standing nearby with your hand on the table. まず見えてるものを話した後に何か食べ物をくださいって言ったらそれをちゃんと手に取って渡すと。 そうですよねちょっとだけタイムラグがありましたけどね、人間でともう少し早いですけども、1>, うん、1秒ぐらい遅れてからですけど、まあでも、しっかりと動いてますよね。これもリアルタイムで音声をテキストに変えて、テキストとビジョンでインプットして、で、アクションはこのモーターで出してるんで、今って言語モデルでロボット制御する技術結構出てきてるんで、多分それとは。 合わせるんんだと思うんですけれども、うん、なんであのマルチモーダルマルチモーダルっていうのはこのマルチモダリティっていうやつでモダリティっていうのは感覚器ですねビジョン目とあと耳からの情報をもとにこのアウトプットは間接核になってるみたいななんかそんな感じで制御してるのかなと思いますね

まあ、状況かから判断して、目の前の前はどこに行きますかみたいなもうちょっと考えさい。 でも言葉の喋り方がなんかおっさんみたいな喋り方しますね、このロボットね。手 <laughs>、ね、がちょっと枯れててね。はい、だから初め、この人間が喋ってるのかなと思うぐらいの声ですよね。うん、いや、本当そうですよね最。最初ちょっと区別つかなかった。ど,どっちが喋ってるんだろうと思いましたね,ね。本当自然な声、うん、自然な喋り方なというのはやっぱりす,すごいですよね。うん、まあこれはあの言語モデルの方のやつですけどもね。そうですね、はい。なんで入力がこのカメラと 怖いで、すよねで、うん、普通チ、チャットベースだと画像とプロンプトが入ってきて、で、テキストを出力するみたいな感じですけど、これは多分画像と音声をテキスト化したものが入って、出力がロボットを制御するための何らかの構文なのか、何、うん、かが出てて動かしてるのかな、どうなのかなみたいな。これね、<の>これを見せると。 えオープン AI ってロボットもやり始めたのみたいなことを言う人が結構いらっしゃって、うん、なぜオープン AI がロボットし始めたんだろうなっていうのは、ちょっと不思議に思う人が多いんですよね。で、遠藤、うん、さんももうずっと前から言語モデルが進化するとロボットになっていくんだみたいな話をしてるじゃないですか。それをね、一般の人は理解してないんですよね。なぜそうなってるのかって分かってないと思うんですけど。 なぜそうなっていくのかというのは、遠藤さん、ちょっと説明してもらいます。もともとここを目指して作ってるからなんじゃないですかね。そう,そういう意味じゃないですか。うん、えー。そうですよね。やっぱり、うん、今の言語モデルってインターネット上の情報だけで学習してるじゃないですか。うん、ああ、そういうことですね。はいはい。情報も全て学習し終わってるので、それ以上進化ないわけじゃないですか。どん,うん、うん、それだけインターネットの情報をさらに学習してもそんなにも進化ないので、うんうん、やっぱり 別の情報を取っていいいいいかないといけななとけけ進化しないわけですよね AI の研究者の人にとって当たり前なんだけど身体性がないよね、うん、みたいな体というものを,を理解していないと人間が何考えてるかなんか理解できないんじゃないみたいなことでやっぱり体を持たないとだめだよねっていうのは、うん、AI の研究者の人はもうずっと前から言ってるわけです。 本当そうなんですよね。ネット上の言葉だけだと、そのちゅうちゅうに浮いちゃうんですよね。その言葉と言葉の関係性だけでしか記述されないんで、体があるとそれが設置するんですよ、きっと。ヘレンケラーのウォーターみたいな感じですよね。あ、<う>これは水なんだみたいな。そうです、ね。なんかその体で理解するみたいなそ。それまでヘレンケラーっていうのは、まあ、テキストだけで理解してた、うんうん、まあ音声なんでしょうけどね。うん、音声だけで理解してたんですけども、うん、冷たい水を手で触ったら、うん これが水なのかと分かってうん、うん、あ 言葉にはすべて身体性があるんだっていうか、言葉にはなんか実際のものがひもついてるんだっていうのを彼女はそこで気づいたわけなんですね。そこからだから世界を理解し始めたわけなんですけども、それまでやっぱり世界を理解できなかったということですね。だから身体性があって初めて世界を理解できるようになるということなんで、まあ、AI の研究者は必ずこっちの方向向かっていくんですけども、まあ、一般の人からすると、あれ、なんで急にロボットし始めたんだろうみたいには不思議。 じゃなないかなと、うん、逆に言うと人間と違う感覚器なんで人間と同じ感覚にはならないかもしれないですよね。そうですよね、まあ、ねま、うん、まあなんでここからもしかしたら結構乖離していくのかもしれないですけどロボットには違う世界が見えてるはずなんで。そうですね、うん 今はこの人型なんで、人間と同じ体格光みたいなのを作ってるんですけど、これからどん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 ロボットの形も変えていけるわけじゃないですか、うんうん、ロケットになって宇宙に行けるようにもなるかもしれないし、それからもっと超小型になって体の中に入っていくかもしれないし、うんうん、そういうことでやっぱり人間のこの体では体験できないことをこれからロボットはどんどん体験していくようになるので、うん、そうなると知恵というのは人間以上になっていくんだろうなというわけす。 コンソースやそのロボットがこの体を持つことで自分でデータを取りに行けるっていうのが本当に大きいブレイクスルーというか大きいとこなんですよね。いやこれまでは例えば AI 学習させるときって人間がデータをこう準備してたわけなんですよね。なんですけれどもやっぱりロボットが体を持つことで自分であの空間を探索してデータを取りに行ったりとかあとその経験みたいな感じで、まあ、一応言語モデルみたいなの入ってるんであ こういうコミュニケーションをするとこうなるんだみたいな経験も積めるようになってくると思うんで、まあ、そうすると本当このロボット世界中に1万台同時に動かしたらしかもいろんな環境においていろんなシチュエーションで稼働させたら本当に1年で1万年分の人生経験を積めるみたいな感じになってきますよね。そうですよね。だからまあ、 AI がロボットになって、身体を持ってロボットになっていくことでしかその宇宙の謎とか、極端の謎とかね、スピリチュアルの世界とかね、そういうの全部やっぱり人間では解けなくて、うんうん、AI とロボットが解いていくんだろうなという気はしますよね。そうですよね、このめちゃくちゃ賢い AGI みたいなロボットがナノマシンになって、世界を駆け巡ったら、なんかすごい知見が得られそうですよね、また。うんうん あとはねな、なんでこの時期にこのまたロボットが出てきてるのかという話なんですけど、ロボットで前からみんなやろうとしていて、でもなかなかうまくいかなかったんだけど、うん、まあ,あの、言語モデルが進化したんでね、マルチモードーになって、テキストだけでなくて、音声とか映像も、ねうん、理解できるようになってきてるんで、うん、できるということもあるんですけど、やっぱり今日一番最初に話したその計画エンジンとかエージェントになってきたというのが、うんうんね、一つ大きなところですよね。うん、自分で、うん 何ををすべきかを考えることとができるれまではやっぱり人間が全部ロボットに教えないといけなかった AI に教えないといけなかったんだけどもこれやってっていうとそのためには何が必要か例えばこのロボットの例だったらあのお腹空すいた、ね、んで何か食べるものちょうだいといえばロボットは食べるものが相手が欲しいんだなと思ったら周りを見渡してここに食べるものが何なのかを調べてそれ,でそれがあったらそれをつかんで相手に渡すということを計画したわけですよね。 うんうん、2>, 2段階か3段階ぐらい計画してるんですけど、これもやっぱり計画エンジンというか、エージェント性がなければ全然できなかった話なんで、だからエージェントになってきたり、これから計画エンジン乗ってきたりするようになって、初めてやっぱりこのロボットがこういう動きできるようになってきてるんだろうなという気はしますよね。あ本当そうですよ、ねさ。さっきのデデビみたいなやつだと、多分すごい不安定になると思うんですけど、ちゃんとキースターみたいなのも入ってる、本当の計画エンジン。 入ってるとそこら辺の行動もいい感じにやりそうですよね。うんうん そうですねそんな感じにだんだんなってきてるのかなというので、うん、まあこういう動きだろうなと思うんで、うん、我々からするとオープン AI がロボットをやり出すっていうのは何の不思議もないというか、うんうね、当然してくるだろうなと思ってたんでしてきたなという感じぐらいですよねうん、うん、で本当にでも思ったより早かったもう,もうちょっと先かなと予想してたんですけどそうですよね思ったより早いですよねうん、うん、でやっぱり一般の人気づかないかもしれないけどみんなやっぱりこれやろうとしてるんですよね、うん、ビディアも こういういの、ね、当然一生懸命やろうとしていて、うん、シミュレーションを作ってきてで先週も話したかな、うん、その空っていう AI のあれは動画生成エンジンとしてだけが話題になってますけどオープン AI はなぜ空を作ったかというと動画生成エンジンを作りたかったわけじゃなくてシミュレーターを作りたかったわけなんですよね、うん、そうそうあちょっと聞いてる方のために補足するとこのロボットを使って経験させることもできますけれどもそれをそのリアルな動画生成みたいな ことをすることで、そのいろんな体験をシミュレーション上で体験を作ることができるんじゃないのかっていう、なんかこう VR の世界で体験をさせるみたいな、なんかそ,んなですよ、ね、そうですね、仮想現実の世界とかね、うん、そういうところで何度も何度も練習させて、例えばこのリングを掴むというのもね、何度も何度も練習させるわけですよね。それも早送りして 1, 1>、うん、1000倍ぐらいの速さでね、何回も失敗させると、うんうん、あこんなふうに持てば。うん これぐらいの力でリンゴを持てばリンゴを持てるんだなと。うん、それであんまり力を入れすぎないで持つことができるから。うん、力を入れすぎるとリンゴが打ちゃっとなったりするので、うん、どの程度で持つかというのはもう最初シミュレーターの中でも何十万回と練習して、うん、それある程度できるようになったらこの実機を使ってリアルなロボットを使ってさらにまだ学習させていくというそんな感じなんですよね。うんうん、実際そのロボットが言語の世界 を中心に学習させていくと、その物理法則とかもあんま分かんないはずですね。その手を離すと落ちるみたいなのも人間常識ですけれども、最初分かんないかもしれないですよね。そういうのをも,もしかしたら、シミュレーターで最初ちょっと学習させてから、あの世の中に出してくるのかなとかと思ったりしました。なるほどね。そこでね、ちょっと昨日、アンソロピックのダリオのインタビューを見てて面白いなと思ったのは、うん まあまあ、今、遠藤さんが言われたのが主流の考え方なんです、身体性がないとやっぱり AI というのは進化しないよねというのが主流の考え方なんですけども、ひょっとすると、テキストだけでもめちゃめちゃ賢くなったら、身体性なくても世界理解できるかもねみたいな、例えばヘレン・キラーも、うん、あの目も見えないし耳も聞こえないけれども、世界理解したでしょみたいな感じで、めちゃめちゃ言語モデルが優秀になったら、身体性なくても世界を理解できる。 かもしれないよねという2つの,あの説があって、それはどっちか分からないし、どっちもいけちゃうかもしれないけど、一般的にはね身体性も多分早いという考え方だと思うんですけど、でもそれもまだヘレン・ケラーもね身体性なくても世界を理解しましたですから、現行モデルだけでもいけるかもしれないですけど、なんか今日、そんな話はしてましたけど、そこはまだやっぱり答えが出てないというか、どっちの方向も試し合えばいいじゃないですかという、そんな感じなんですね。 うんうん、まあアンソロピックは多分ロボットにまだつながってないからそういうポジション投稿してるのかもしれないな、ね、と思ったのとあ,あとはもし世界を理解しているっていうのを、まあ、外側から見た時にそのように見えるっていう状態なのかもしれない、うん、な中はどうなってるかわからなくてその三角形は違うから中でどういう世界を描いてるかっていうのは結果 振る舞えるかもしれないけれども、中での世界のモデルみたいなものは、あの人間とは大きく異なるものなのかもしれないなと。まあ、それはロボットでも一緒かもしれないですけれども。そうですね。まあ、その,あのユースケースによるのかなみたいな、例えばロボットは思いやりがというか、AI は思いやりがあるかどうかという議論があるじゃないですか、はいうん。やっぱり身体性もないし、心もないわけですし、意識もないから。うん 思いやりがあるわけがないという話だったんだけどもなんか言語モデルがめちゃめちゃ詳しくなったらめちゃめちゃ思いやりのあるような言葉を返すようになってきたわけですよね。でいやでも心がないでしょとか言うんだけど心なくても思いやりある言葉を返せればいいんじゃないかという考え方もあるじゃないですか。でもそれもそれは上辺だけだっていう反論する人いるんですけどじゃあ上辺だけの何が悪いのかというと、うん、あのひょっとすると大変な 窮地に陥ったら裏切るかもしれない普通は、いずれと分けてるんだけど、<laughs> 自分がなんか困ったら裏切るかもしれないとかいうので、心、うん、底、心の底から思いやりもそうが大事だという意見なんですけど、うん、でも AI っておそらく、窮地にななっても裏切らないと思うんですよね。そもそもあれですよね、意識の連続性みたいなものが、ちょっとどこまで実装されてるのかみたいな。 そうですよね。だから理解してなくてもずっと優しい言葉をかけてくるんだと、それはそれでいいんじゃないかという考え方もあるのかなと思いますよね。うんうん、そうですよね。まあ結局、今のロボット、フィニアのロボットとかも含めて、ある日に常に今ここみたいな感じですよね。ロボットって、その前の記憶の連続性というか、意識の連続性がどこまでつながってるんだみたいなのがあるんで、ものすごくコンテクストウィンドウが長くて、コンテクストウィンドウの範囲を意識の連続だと捉えるならば、 それなりに長いのかもしれないですけれども、それはそれで違うんじゃないかなみたいな気がして、ちょっとそこはすごいこれから発展するとこになっちゃうかなと思います、はい、これがね、どれぐらい経済規模を生むのかということなんですけども、うん、おそらくかなりの経済規模を生むんじゃないのかなと思っていて、テスラがテスラボットを作るんだったら2、3年前発表したじゃないですか。 ロボットスーツを着た役者さんが動き回ってただけで <laughs> なんだこれはみたいな本業の自動運転がうまくいってなかったら業績が悪かったりした時だったのでそれをごまかすために、うん、あの話題としてこんなん持ってきたんじゃないかみたいなうん、うん、結構なんかマーケティング施策みたいな延長商法違うかみたいな、うん、そんな意見もあったんですけど、うん、その、ね テスラのロボットの担当者のインタビュー見たことあるんですけど、いや、そんなこと全然なくて、うん、めちゃめちゃ本気で、うん、彼ら曰く、動くものはすべてロボットなんだ、自立ロボットになっていくので、うん、で自動車もその自立ロボットの一つに過ぎないみたいな、6点、うん、の自動車もね。だからうん めめちゃめちゃゃ大きな産業領域のごくごくく一部が自動車だからそれ以外の領域はめちゃめちゃ他にも産業領域あるんで、うん、まずこの人型ロボットもあるだろうしそういうのを作っていくんだみたいな話で、うん、めちゃめちゃ本気でどちらかというと自動車よりもこっちの方が本命みたいなそんな言い方。 してたんであ,あ結構面白いなぁと思ってたんですけど、うん、いや実際、やっぱりそうなってきましたですよね、2年前だと、こういう人型ロボットを作ってると、ちょっとみんな鼻で笑うような傾向もありましたけど、うん、全然、もうすぐそこまで来てるなという感じですし、これだとおそらく、年内の実用化は無理でも、来年中の実用化とかあるかもしれないですよね、導入が始まる可能性ありますよね、これぐらいまで,で。うん はい、そうですよね、あれなんか2万ドルぐらいで売るって言ったの、あれはなんでしたあれはテ,テスラですね、テスラが2025年に2万ドルぐらい、はい、2万ドルって、まあ、300万ぐらいですから、一人の、はいえっと、300万の労働者を雇用する代わりにロボットを購入できちゃうということなんで。 うん、程度にも出るでしょうけども、うん、だかもう来年ぐらいからその導入が始まってくるだろうなという気はしますよね。軽、ね、局エンジン乗って人間並みの IQ100 超えるぐらいの動作ができたら、まあ、ちょっと遅いかもしれないですけど、すごいことですよね。だから最近よく言ってるのが、うん、みんなやっぱりあの生成 AI すごいとなって、何がすごいかというと、うん、ビジネスパーソンのホワイトカラーの うん、生産性が上がると、爆上がり上がりまで言ってないったんですけど、まあ、エンジニアの生産性はすごく上がってると思うし、僕なんかなリサーチャーの、うん、例えば1年前だったら、こんだけ AI の論文とか読めなかったですもん。いや、本当そうですよね。だからもう、1年前だったら、本当に AI の研究者に話を聞くぐらいしか、はその AI のこと学べなかったんだけど、もう、うんうん AI の研究所に話聞かなくても、自分での思いを読みますからね、今ね。うん、例えばリサーチャーに関しても生産性爆上がりしてると思うんですよ。だから今はエンジニアとリサーチャーがいいツールが出てきたおかげで生産性爆上がりしてると思うんですけども、うんうん、まだちょっとね、一般ビジネスマンにはいいツールが出てきていないんだろうなという気はします。やっぱりまだその機密情報であるとか、社内のデータであるとか、うん、そんなのにセキュリティ十分な形でアクセスがうまくできていないので。うんうん だから、一般ビジネスマンのツールとしては、まだ,まだ生産性高くないのかなと思いますけど、うん、ラグとか出てきてますし、セキュリティの高い LLM、MM、なんかも、コヒアっていう人が今日発表してましたですし、うん、だんだん一般ビジネスマン向けのツールも充実してくると思うんですけどね。うん、でも、従業員の生産性が上がるというのが第1フェーズだとしたら、第2フェーズが僕はやっぱり、あのセールスアシスタントというか、売り子さんになるというか。うん えー、セールスマンになるとか、総合、うん、の方が全然経済規模は大きいだろうなと思って、それがまあ今年から始まるだろうなと思ってるんですけど、でうん、来年ぐらいから人型ロボットですよねで、人型ロボットも経済に与える影響がさらに大きくなるだろうなと思うので、うん、この従業員の生産性を上げるというのは、本当に生成 AI の入り口にしか過ぎなくて。 その時がセールス、セールスの方で大きな成果を上げて、それから人型ロボットとか、こういうロボットの方で大きな成果を上げていくという、この順番でいくんだろうな、みたいな感じはしてるんじですね。うん、ですよね。もうセ、セールスは受ける方も AI になりますよね。なんで、AI 同士が向上するみたいな感じにすぐなりますよね、きっと。こんな感じになるかもしれないですよね。うん、あとは、まあ、コヒアはいいかな。 うん、あもうさっきの話、ビジネスマン向けじゃないですけど、あのちょっと GPT-4 って微妙に惜しかったんですよね。そのあと一歩足りないぐらいのところで、ちょっと使いにくかったんですけど、クロード3の有料モデルは、なんかそ,そこの谷超えたなって感じがしてて、そうなんだ。あもう、評こが0倍ぐらいで,い,いですよね、僕ら X 見てると、クロード3評判めちゃめちゃいいなと、うん、なんかベンチマークのテストだと、わずかによくなったぐらいしか。 あのテストの結果は出てないんで、うん、あ同じぐらいのものを作ってきたのかなと思ったんですけど、うん、実際に使ってみると、そこが何か、なんか、敷地があるというか、い<や>そ,そうなんですよねそ。そう、絶妙に超えてて、なんか本当に使えるようになったんですよ。本当にもう、議事録とか完全に実用レベルになりましたし、あの今日も契約書を作りたいなと思って、こういう関係性で、こういう内容でこういう契約書を作りたいみたいなことをバーっと書いたら、ドラフトしてくれて。 で、あ,あと、それ元にいろいろフィードバックしたりとか、ここはああだ、こうだ、みたいな感じで3、3 40分ぐらいやりとりしてたら、もう結構綺麗なのできて、あと、最後、弁護士さんにチェックしてもらえば完了みたいな感じで、まあ、これまでだったら、全然本当ゼロベースなんですよ。ゼロ,ゼロベースのやつ作るときって、弁護士さんといろいろ話しながら、なんか結構時間かけて作っていって、コストもかかるみたいな感じだったんですけど、本当にゼロベースの、ひな型もなんもないような。 契約書をやり取りで結構もう使えるレベルまで短時間で作れたんで、これ GPT4 じゃできなかったんですよ。なる,なるほど、なるほど。これ本当に使えるレベルになるかどうかっていうのが本当に大事だなと思うんですよね。うん、例えば、うん、翻訳ソフトとか昔からあったわけじゃないですか。うんうん、で、使ってて、精度そうだな、60%とか70%だったら、いや、こんなめんどくさいから自分で翻訳するよみたいに思ってたんですけど、精度が本当に9割超えてくると、うん 下役してもらった方がいいなみたいになってくるじゃないですか。うんうん、だから最後のもうこ,ここのチョンっていうところでは僕はそこがめちゃめちゃ大事ですよね。うんうん、だからそこが超えるかどうかっていうのがめちゃめちゃ大事だなと思うので、うん、それってあんまりベンチマークのテストの結果に出ないじゃないですか2%上がりましたみたいなうん、うん、なんだ2%かとか思うんだけどその2%上がったことで使えるか使えないかが全然変わってくるんですよね。うんうん そうっすか。じゃあ、クローズスリーってそんなすごいんだ。いや、すごい。あ、はい、もうやっと使えるようになったなっていうう感じてすちょ。ちょっと、ジェミニもいろいろ触ってたんですけど、はい、ちょっとまだそんなに面白い感じにはなってないんで。でもね、ジェミニでね、面白い実験例が出ていて、はい動画をね、その人が自分の書棚をね、動画で撮ってるんですよ。B から左に B って。うんうん、それで、この本棚にはどんな本がありますか 聞くくと全部リストアップしてくれるわけですよ、はい、そこから何,何がすごいのかというと動画の中に何が映ってるのかっていうのが、うん、まあまあ静止画でできたから動画でもできるだろうみたいな感じなんだけど、まあ、動画でそれができるようになるっていうのは何がすごいのかというと Google って YouTube 持ってるじゃないですか。ははい、はい YouTube の動画って、まあ、一般に公開されてるから誰でも見れるんだけど見るためには全部ダウンロードしていったりしたらめちゃめちゃ時間かかったりとかうん、うん、コストかかったりするじゃないですか。はい、でも Google ってもう自分のデータセンターに全部 YouTube のデータ入ってますよね。うん、それを AI に学習させることってめちゃめちゃ簡単にできるわけじゃないですか。うんうん でそういうふうにジェミニーが動画に何が映ってるかとか、動画で学習できるようになるということで、YouTube というデータが、Google にとって宝の山になっていくんだろうなとか思うんですよですね。そうなると、Google って一気に先に進むかもしれないなという気はします。で、特にそのビジュアルの方、目の方ですよね。言語の方はまだオープン a i の方が半年ぐらい早いのかもしれないですけども、目の方が先に Google がいっちゃえば、 やっぱり言語が大事か目が大事かというと、うん、実は目なんだろうなと思うんですよ。というのは、我々人間というのは、まず最初に目でいろんなものを理解しているわけじゃないですか。うん、データの8割、9割は目で理解しますから、うん、それを言語でまとめ直しているだけなんで,で、言語でまとめるときには、いろんな情報が抜け落ちるわけですよね。か、目からの情報だったら、情報がそのまま残ってますから。 そっち側の方がいろいろ使い勝手いいんだろうなと思うのは、例えば家電製品かなんか壊れて、それでカスタマーサポートに電話するじゃないですか、はい、僕、この間なんか掃除機が壊れたんで、あのカスタマーサポートに電話して、うん、ど,こどこが壊れたんですかみたいなことをテキストで表現しようと思ったらめちゃめちゃ大変なんですよ。 ところが動画一本撮って、ここがこんなふうに壊れて、こんなふうにボタンを押してもうんともすんとも見ませんって言ったら、めちゃめちゃ簡単に説明できるわけですよね。だから動画の方の説明力というか、情報量というかね、それはすごいなと思うので、だから、グーグルの大規模言語モデルが目の方がすごく、動画の理解がすごくなってきたら、そっち側の方ができることいっぱい増えるんじゃないのかなと思うのと、それからグーグルって以前からスマートグラスやってるじゃないですか。はい スマートグラスなんかまさにその目の情報ですよね。うんうん、ビジュアルの情報を解析する力があれば、めちゃめちゃすごいことになるわけなんで、うん、だから使い道もあるわけですよ、もう、グーグにとってはね。うん、だから、グーがその目の方、ビジュアルの方で先に出るというのはすごい話なんじゃないのかなと思うので。いや、本当ですよね。いや、オープン AI とか、グーグルで頑張ってるけど Google すから、ね。Google とか。 うでうね、それで、うん、Google 最近叩かれてるじゃないですか。うん、歴史上の人物を描いてて、た黒人になりましたみたいな、うんうん、何かの差別主義みたいな。叩かれて、あの株価もぶしてるのか、出らないですけど、ちそうなんですか。うん、でも、それでもちょっと底力というか、次に持って出そうとしてるもののすごさを考えると、うん、Google ってめちゃめちゃすごいなと思うんですけどね。うんうん、あそ,そういう意味だと結構面白いデモがあって。 RPA みたいなのできないかなと思ってちょっとやってみたんですよ。これ1.5プロ。あの、これは最新のやつで、普通そのままだ使えないんですけど、ウェイティングリストを通って使えるようになってる限定公開版の最新モデルなんですけれども、何やってるかっていうと、あ、まあ、こう書いてある。はい、この動画で行っていることにスタップしてください。まあ、そ、そのままなんですよ。この Ex Excel、c e l A1 に1、2、3と入力して、で、Google で1を検索して、検索結果の最初のページから、 一番上の検索結果をコピーして、B1 に貼り付けて、2を検索して、貼り付けてみたいな、まあ、そ,うそういう Excel とブラウザを行ったり来たりして、この,この検索キーワードを検索して結果をここに貼るみたいな、なんかそういう動作をしてるんですよ。はい、で、まずやってる動作は正しく認識してくれましたと。はい、で、この処理を RPA として実行するための T キンターのプログラムを 出力ししてててくくださいととかってやるる一応出してくれるんですよちょっとまだこのバージョンでは実行してないんで、うん、ちょっとどんぐらいの精度かまだ確認できてないんですけれども、まあ、一応こんなこともできそうだとこれ RPA のプログラムを変えてくれたってことなんですかあそうですそうです。だから僕もアプリカンをコピペするっていうのを作業結構あったりするんだけど、うん、これ自分で RPA 作れたらすごいですよね。うん、それで同じようにやっといていたら全部やってくれたらすごいですよね。 うん、なんで、これちょっとそのまま動くかも試してないんですけれども、ただこ,これより1個前、これ1.5プロなんですけど、これまだ通る前に1.0でやったときは、これよりかなり理解の精度低かったんですけれども、そこで出されたやつを、1回そのレビューをかけるというかこの、このコードをなんか直してくださいみたいな感じで、1回遂行させたやつは通ったんで。 よくそのビジョンのデモで紙に絵を描いてこれを再現する HTML と CSS のコードを書くみたいなでもありましたけどこの動作を再現するコードみたいなのもできるのかもしれないなみたいなのはこと、うん、なるほど、うん、なんかね最近新しい言葉にイミテーション AI という言葉があって、うん、人間の動作を AI に真似させるみたいなうん、うん、それの方が早いんじゃないかみたいな 僕はね、最近言われ始めてて、その一つの例があの、テスラの自動運転のソフトがあるじゃないですか。今、バージョン12まで来てるらしいんですけど、はい、11まではね、はいろんなデータを取って、ライダーであるとか、だ、うん、な、GPS であるとか、うんで、もちろんカメラの映像もありますし、いろんなデータを取って、それでプログラミングを書いてたそうなんですよ。それ、に自動運転の走れでやってたそうなんですけど、12から、その今まで書いた、うん 何千行か知らないですけど、何万行か知らないですけど、そのコード全部捨てて、うんうん、その画像だけ、映像だけ、映像とそれからプロのドライバーの運転の仕方の映像だけ、ですから外側とそれから内側、人間が、運転手が、うん、プロの運転手がどう運転するかという、その2つの映像だけを学習させて、自動運転させるようになったら、うん、めちゃめちゃ精度が上がったっていうんですよね。うんうんうん ロ,ロボット制御だと結構昔からやってますね、それ。そうですよね。だから人間がね、うんうん、実際に腕を動かせて、それで学習させるみたいなね、そういうのが一つの手法としてあったんだけど、いや、それよりも細かくプログラミングした方が精度上がるでしょうみたいな感じでみんなやってたんだけども、うんうん、最近はもう、いやいや、 もうここまでビジョンの AI が賢くなったら、うん、いちいち行動を書かなくていいんじゃないっていうところまで来てるんですね。まだ完璧にどっちが正しいという、うんうん、どっちの価値というわけじゃないんだけど、うん、2二つの,その意見っていうのが拮抗してきてるというか、イミテーション AI だけでかなりいけちゃうよねというところが力を持ってきてるという感じかなというのは思いますよね。多分…うん テスラも人型ロボットやってたじゃないですか。はい、人型ロボットって、イミテーションラーニング、模倣学習って言うんですけど、なんかそういう学習のさせ方をするんですよ。なんで、そこで結構ノウハウを得て、自動運転の方に持ってきたのかなっていう風に思ったのと、あとは、さっきのフィンや、さっきの人型ロボットの話だと、多分、イミテーションラーニングみたいなやつと言語モデル、んなんだか組み合わさってんじゃないのかなみたいな。 するんですけれども、イミテーションラーニングだけだと、なだかね、小脳っぽいっていうか、思考がなくて、脊髄反射っぽい感じなんですよね、いうと。うんうん、で、そこに計画エンジンが組み合わさったときに、ちょっとどういう動きになるのかなっていうところが、結構興味深いなと思ってて、うんうん、そういう意味でもそのロボット、ロボットのところでそこの組み合わせが。 発生すするはずなんですよねそのマルチモーダルな入力から関節角を出すみたいなのはマルチモーダルというか、まあ、画像を入力としてアクセルブレーキハンドルの角度を出すっていうところそれがすごい反射的な動きからそこにど,どう計画エンジンを入れ込むのかなっていうそそ計画エンジン入るとかなり精度上がってくると思うんでそういう意味でもその自動車とロボットってすごい 結局同じところに行くんだなっていうのが今ちょっと気づきました。そうですね。まあ計画エンジン今年乗ってきそうなんで、うん、今年そうなんだけど今のその GPT-5 ですかこの出るっていうのは H100 かな、はいうん、?H100 ですかね、うん、エ v ベリアの半導体の最新が今 H100 だと思うんですけど、うんうん、この中 B100 っていうのが出るらしくて。うんはい g p t 5は、うん、その今の,の H100 で学習しているわけなんですけども、うん、その来年出てくるであろうものは、その B100 で学習してくるので、うん、さらに賢くなるんじゃないかみたいな、うん、こんな話もあるので、毎年、やっぱりどん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 すごい勢いで賢くなっていくのかなという気はしますし、うんうん、いや止まらないですね これもシングュライティ入り、入ったんじゃないですか <laughs> どん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 進化していくんじゃないかなみたいな。いや、本当加速してますよね。ずん、どん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 。そうですよね。うん、まあ、それはアンソロピックのダリオさんも、c、うん、リオも言っていて、うん、僕、これ分かんなかったんですよ。僕はどこまで加速してるかっていうのは体感値ないんですけども、うん、彼いわく、やっぱり AI の最先端の研究者はみんな気づいてると、加速してると。これはもう、うん、性比例で伸びてるわけじゃなくて、 うん、確実にそのカーブし始めたみたいなことを言ってましたですからうん、うんあ、実際にじゃあ指数関数的なカーブに入ってきてるんだみたいな感じしますよね。た、うん、だ、成尾さんが一つどうなるか分かんないというのは、やっぱり先週、遠藤さんも言ってたけども、政府の介入とかね、うん、あ,そうですよねあまりにも進化が早いと、社会にめちゃめちゃな影響を与えるし、悪い影響も与えかねないので、だからちょっと遅らせた方がいいであるとか、うん、何かいろいろ規制が。 おそらく進んでくるであろうから、その規制があると、指数関数的に伸びないかもしれないとは言ってますけども、うん、そういうのがなければ、うん、もうこれを指数関数的に伸びるフェーズに入ったなって言ってるのが、僕はなんか、うん、面白いなと思って、そうなんだ、最先端の人もそういう感じてるんだみたいな気はしましたね。うんうん、逆にあんまり規制入れないと、本当危ないかもしれないなって気もちょっとしますよね。の AI のことを人間が理解しきれなくなって、いつの間にから 滅ぼされてるみたいなのは結構見えてきてる気もちょっとしてて。そうですよね。うん。どうなんだろうなって思います。まあうん、どうなんだろう半分半分ぐらいですか今、ヒントン先生なんかはね、もうめちゃくちゃ危ないとか言うし、うん、それでルカン先生はそんなことあるかみたいなこと言ってるしね。<laughs> うん、<laughs> まあわかんないですけど。<laughs> 彼はディープマインドの CEO は、まあ楽観的には見てるんだけれども、注意深く楽観的に見てるみたいな。うん 楽観的になりすぎるのはめちゃめちゃ危ないんで、非常に注目でも悲観的にはならずに、いい方向に利用しようという考え方なんだ、みたいな。で、それ以外ないだろう、みたいな。注意深い楽観論しかないだろう、うん、みたいな言い方をしてましたし。うん、まあ、まあ、そうですよね。昨日、うん、か一昨日ぐらいに、AI アライメントの文脈で、ちょっとどうなるみたいな話をクルードと議論してたんですけど、結構人間が告白すなりを見つ出してください、みたいな。 AI アライメントを確立するか人間の知性と創造性を拡張して AI に抜かされないようにするって話ですね。で3つ目、分散型の AI にしてこの透明性意思決定のプロセスを高めることで安全性を保護するみたいなシナリオは3つ出してきたんですよね。逆にこっちはシナリオを実現せずに人,間と人類にとって安全なシナリオはあるんでしょうかみたいなことは 非常に難しいみたいなのがこのクルードの見解にはなってますね。まあ、ただちょっとインプットした PDF が結構脅威論よりのアライメントの話だったんでそうなってるのかもしれないですけれどもちょっとここら辺他の大科の先生の話も入れながら深掘りしてみようかなと今ちょっと思いました。そうですねあんまり日本というのはこのアライメントとか脅威の話では、うん。うん あまり話題にならないんですけども、うん、英語圏ではねめちゃめちゃ前から話題になってて、ジャーナリストが AI 研究者に質問するには必ずこの話を入れてくるんですけども、日本ではあんまりこの脅威論っていうのは、なんだろうな、自分たちが LLM を開発しているわけではないので、うんね、あんまり自分たち関係ないかみたいな思ってるような感じはしますけど、ね、まあ日本は、ね、もターミネーターかドラえもんの違いみたいなの,あるのかもしれない。 まあそう言われますけどね。どうなんだろう。わ、うんうん、かんないなんですかね。いや、でも、あの、本当、先週も言いましたけど、自分はもう興味なかったんですけど、最近ちょ早、早すぎて、ちょっと興味が出てきました。<laughs> そうですよね。<laughs> うん、やっぱり、どっかで、どっかで考えないといけないことですよね、これはね。やっぱり。なんか、全然ネタが尽きないですよね、うん。そうですね。全く尽きないというか、<laughs> もうどんどん来ますね。す来週は来週でまたいろいろあるだろうし。<laughs> はい。す <laughs> 尽きないですね。いや、本当尽きないですね。めちゃくちゃ。 楽しいですね。楽しいですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。